アイテム番号、SCP-531JP。オブジェクトクラス、ユークリッド。特別収容プロトコル、SCP-531JP をフェンスで囲み、立ち入り禁止とします。区域内は常に財団職員によって監視下に置いてください。区域に民間人の侵入が確認された場合は直ちにカバーストーリー、老朽化による改修工事を用いて退去させてください。必要な場合には拘束し、A クラス記憶処理を施した後解放してください。実験を行う場合はセキュリティクリアランスレベル3以上の職員の許可を得てから実施してください。説明。SCP-531JP は、県、市に位置する民家に囲まれた広さ1500メートル2の近隣公園です。内部にはごく普通の近隣公園と変わらない遊具が設置されています。SCP-531JP は PM から AM9 になると活性化状態へ入ります。活性化状態になると、陶器山に日は落ちて、が10分間70デシベルの大きさで流れ始めます。なお、SCP-531JP 近隣にスピーカーはなく、調査の結果一種の幻聴と推測されています。この際音楽は公園を中心とした半径20メートルの範囲で聞くことができ、この音楽を聞いた SCP-531JP 入り口付近に存在する人物は活性化状態の公園内に侵入しようと試みます。この際 SCP-531JP 内部へ侵入しようとする人物に対して、もう帰る時間だよ、という旨の言葉を声かけることで防ぐことができます。活性化状態の SCP-531JP に侵入すると SCP-531JP-1 と指定される人型実体が出現します。SCP-531JP-1 は年齢50代後半と思われる男性の人型実体です。SCP-531JP-1 は被験者が SCP-531JP 内部に侵入した際に出現します。SCP-531JP-1 は SCP-531JP の内部にいる被験者に対して遊びに誘います。これに同意すると被験者は著しい幼児対抗の兆候が見られるようになり SCP-531JP-1 と昼夜を問わず2日から1ヶ月遊び続けるようになります。問いかけに対して断ると被験者を包み込むように SCP-531JP-1 が伸縮しそのまま非活性化状態に入ります。被験者はこの時点で行方不明となります。被験者は身体的疲労及び怪我、空腹を気にする兆候は見せません。SCP-531JP が非活性化すると SCP-531JP-1 は消滅し、対象は公園外に出ます。公園外に出た対象はその場に倒れ、空腹を訴える、または、削除済み、となっています。この際どの被験者にも幼児対抗の症状が見られ、現在この幼児対抗を治す方法は見つかっていません。また活性化状態の時に他者が侵入しようとする試みは公園内部に足を踏み入れた瞬間、入り口正面へと移動しているため、現在失敗に終わっています。2000年月日に、市の近隣住民から、子供が帰ってこない、と通報があり、小学生児童が行方不明となる事件が起きました。警察官に偽装した財団エージェントによって報告され、事件に関与した人物の A クラス記憶処理の後、SCP-531JP を収容しました。以下は収容されている SCP-531JP による実験記録です。実験記録 531JP-1、日付、年、月、日。対象、D-531JP-1、25歳の成人女性。実施方法、D-531JP-1 には無線通信用に、D-531JP にはイヤホンマイクを装備させて活性化状態の SCP-531JP の入り口に立たせる。SCP-531JP-1 の問いかけには肯定するように指示した。結果、SCP-531JP へと侵入して SCP-531JP-1 の問いかけに同意すると同時に、無線は完全に遮断された。被験者は12日の地に SCP-531JP から脱出した。外部からの観察で被験者は SCP-531JP-1 とブランコでどれだけ遠くに飛んでスライディングできるか、ブランコで二人乗りをして後ろから突き落とすなど。被験者には著しい幼児対抗と飢餓、重度の怪我が見られた。内部で何を行ったのかという問いかけに対しては、おじさんとたくさん遊んだよ、いっぱいいっぱい、と答えた。被験者はその後財団附属病院にて記憶処理を施した後療養を行った。
メモ。被験者に幼児対抗以外の心的外傷などは見られなかったため、遊ぶことに対しての拒否などといった考えは持ち合わせていないと考えられる。実験記録 531JP に日付、年、月、日。対象、D531JP に、35歳の成人男性。実施方法、SCP-531JP の入り口に立った際、公園の中に侵入することを禁止するよう指示。結果、被験者は指示を無視し、SCP-531JP 内部へ侵入した。SCP-531JP-1 からの問いかけには肯定。その後30日にかけて SCP-531JP-1 と遊んだ後脱出。被験者は激しい、削除済み、となった。数時間後に、削除済み。メモ、入り口前に立つ時点で内部への侵入は避けられないと確認。今後の実験で第三者による妨害などの実験も検討する。実験記録 531JP、3日付、年、月、日。対象、D531JP、3、53歳成人男性。実施方法、D531JP、3を入り口に配置した後、武装した財団エージェント2名で侵入を阻止。結果、公園内部に侵入を試みた被験者をエージェントが阻止。被験者は激しく抵抗し、エージェントに攻撃。エージェントが帰らないと、と発言し、被験者は鎮静化。その後エージェントによって拘束、連行された。メモ、この実験によって侵入を阻止する方法を発見。エージェントに質疑を行ったところ、実験記録 531JP1 を事前に読んで、行ってみようと思った。子供に問いかけるようにしたら鎮静化しました。とうとう。実験記録 531JP4 日付、年、月、日。対象、D531JP4、23歳成人男性。実施方法、SCP-531JP4 には何を問いかけられても全て拒否するように指示した。結果、活性化状態の SCP-531JP 入り口に被験者を配置。問題なく公園内部へと侵入。遊びに誘われ、拒否した被験者は SCP-531JP-1 によって削除済み。この実験で拒否した場合の SCP-531JP-1 の特異性が判明。メモ、SCP-531JP-1 に対して攻撃する素振りや拒否などのいった反応は今後行わないように心がけること。以下の文は実験記録 SCP-531JP-1 で特異性に暴露した D531JP-1 に対してのインタビュー記録です。対象、D531JP-1。インタビュアー、研究員。不起、実験 531JP-1 の後、財団附属病院にて療養を行った後のインタビュー記録である。研究員。調子はどうですか ?D531JP1。D531JP1。よくは、ないです。研究員。結構、あの後何か変わったことはありましたか ?D531JP1。あの後数秒間の沈黙。研究員。質問に答えてください。何も難しいことは聞いていないでしょう ?D531JP1 行き詰まりながら口をパクパクと動かす。あ、おじいちゃんが。研究員、おじいちゃん SCP-531JP1 と思われる。D531JP1 いつも夜になると話しかけてきてくれる。おじいちゃん、そう。おじいちゃんが、遊ぼうよって。研究員。そのことについてあなたはどう思っていますか ?D531JP1。またおじいちゃんと遊びたいです。研究員。ありがとうございます。これでインタビュー終わります。終了報告書。記憶処理を施したにもかかわらず D531JP1 は SCP-531JP1 と思われることについて言及していた。
このことから記憶処理をしても SCP-531-1 との記憶は保持され続けることが確認された。このインタビュー後の検査で D-531JP-1 には重度の幼児対抗が見られたため、削除済み。このインタビュー後、非活性化状態の SCP-531JP を、博士とエージェント2名で調査。その際、公園内部のベンチ上からノートの切れ端に鉛筆で書き殴ったメモが残されていました。